はい、こんにちは、この子猫です。今回は西洋絵画を学び始めたいという方におすすめの本3冊を紹介したいと思います。ゴッホにレオナルド・ダ・ヴィンチ、フェルメールにピカソなどなど、美術館に行って西洋絵画を楽しみたいという方多いと思います。でも知識がなくて、いざ行ってみるといまいち楽しみきれなかった、どこをどう見ればいいかわからなかったという人も少なからずいると思います。私もそうでした。ただそんな私もここ1年でいろいろと西洋絵画の本を読み漁ることでかなり知識がついてきて、美術館に行けば大いに楽しめる、どころか街中や店の中でふと絵を見た時ですらじっくり楽しんで鑑賞できるようになりました。そんな私がですね、この本は特に役立った、初心者の自分でも西洋絵画を一気に楽しめるようになったという本を3冊紹介したいと思います。まず1冊目ですが、こちら13歳からのアート思考です。これはね、おすすめです。これ1冊読めば西洋絵画だけでなく日本絵画や彫刻、果ては現代アートまで美術全般を見る目が大きく変わります。この本、6つのアート作品を取り上げてそれぞれの見方を説明してくれる本です。1つのアートを見るごとにあなたが美術を見る目も1段階養われていきます。例えば1つ目に紹介されているのは20世紀初頭に描かれた変わった肖像画。何が変わっているかって、本人に全然似てない、そもそも似せる気もない、髪は青色だし顔の左側は赤なのに右側は黄色、おまけに顔の真ん中に緑の筋が入ってる、え、何この下手くそな絵と初見は思います。でもこの絵が描かれた背景を知ると見方は全然変わります。20世紀初頭はカメラが一般にも普及し、写真が当たり前になった時代。写真がなかった頃の肖像画はいかに本人に似せて描くかが重要だった。王族や貴族なんかは肖像画イコール、現在でいうとこのお見合い写真で、遠くにいるお見合い相手に自分の肖像画を送ったりもしていた。でも写真が当たり前になったら肖像画を本人に見せて描く必要がない。だってそれはカメラがやってくれるんだもん。じゃあ肖像画の役割は何？よし、だったら写真にはできないものを表現しよう。それでこんな変わった肖像画が描かれたんです。目にね、映るものをそのまま描くことがうまい絵ではない。それをですね、一つ目のアート作品で学ぶことができるのです。こんな感じで、あと5段階。計ね、6段階あなたのアート思考をレベルアップさせてくれる本書。読み終わった子には多くの絵画を楽しめるようになっていること、受け合いの一冊ですので、ぜひ13歳からのアート思考、読んでいただければと思います。さて、2冊目ですが、こちら。絵を見る技術です。いや、これもね、非常に良書です。どのくらい良書かっていうと、この本を読んだ後は、あらゆる絵を10分間鑑賞し続けることができるようになる。いざ美術館に行くと、あらゆる絵の前で10分以上立ち止まり続けることになり、途中で全部見切れないことに気づき、泣く泣くいくつかの絵を巻いてしまう。読むだけでね、そんな状態になれるくらい素晴らしい本です。この本、タイトル以上でもそれ以下でもありません。あらゆる絵を見る際に必要になる技術。言い方を変えれば、基本となる作法について教えてくれる本です。例えば、名画と呼ばれるものには必ず、絵の中のものをどの順番で見ていくか、その順路が記されています。
え、嘘でしょ？と思いましたが、確かにそうです。例えばゴッホの風景画、まあ田園風景を描いた絵なんかは、もう右下にね、ご丁寧にもスタート地点となる道が描かれていて、そこから斜めにジグザグにどんどん上がっていって、まあ、絵の上部、空まで順に到達できるようになっている。ワオって感じです。まさか絵に見る順番が示されているとは。まあ、これ以外にも、まあ、左右のバランスであったり、まあ、色味であったり、主役の配置であったり、まあ、どの絵にも共通する見るべきポイントを教えてくれる本書。これさえ読めば、現代アート以外であればほぼ間違いなくあらゆる絵画を楽しめるようになる一冊ですので、ぜひ絵を見る技術読んでいただければと思います。さて3冊目ですが、こちら鑑賞のための西洋美術史入門です。13歳からのアート思考、絵を見る技術を読んで絵画の基本を習得したら、西洋絵画の細かいところを学べるこの本を読みましょう。この本何がいいかって、もう絵がね、とにかくたくさん掲載されている。もう文章より絵が多い、まあ、しかもねフルカラー、もう見ているだけで楽しい、まあ、文章もね軽めで楽しい。ということで、スペインのマリアが世界一かわゆいのですみたいな、まあ、緩い吹き出しもあって面白い、まあ、面白いと思えることで、そこの部分の絵画の知識がしっかり覚えられる。いや、とてもいい、まあ、紀元前のギリシア美術からキリスト教美術、ルネサンス、バロックにロココに印象派、そして現代アートまで、まあ、2500年の西洋美術史を網羅的にかつ楽しく学べる一冊、鑑賞のための西洋美術史入門、読んでいただければと思います。ということで、まあ、西洋絵画を学び始める際におすすめの本3冊を紹介させていただきました。まあ、ぜひね、皆さんもこの本を読んで知識をつけた後に美術館に足を運んで絵を楽しんできていただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。